疲れ様です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これって家にまっすぐ帰らないとダメなんですか？一杯私飲んで帰りたいんですけど渋谷のお店ですごいよく行くお店があって、はい、熊本料理屋なんですけど、これも帰宅部、寄り道部になっちゃうけど大丈夫ですか？じゃあ食べます。普段は結構外食というか寄って帰るみたいな感じですか？結構そうですね、一人ご飯とかは平気な方なので一人でサクッと食べて帰ったり、お酒はなるべく人と飲みたい派なんですけど、外食多いです。シャバシャバする。これお箸で食べるの難しいですね。あ、言っていいですか？なんかちょっとちゃんとしようと思って。めっちゃあれだ。見えてきたよ。お家で自炊することもあります？最近ちょこちょこするようになりました。上京したての頃は自炊頑張るぞみたいな感じでやってたんですけど、だんだんとやっぱしなくなって、調理意欲が湧いた時だけ自炊はするんですけど、土鍋でお米を炊くのにハマってその時は調理意欲が湧いたんですけど、やっぱ土鍋って時間がかかるじゃないですか。米炊くのがめんどくさいからご飯作るのもめんどくさくなっちゃって、やっぱ炊飯器必要だったと思って炊飯器を買ってまた調理意欲が湧いたっていう。何かを導入しないとやる気が起きないという。得意料理ですか？得意料理今まで、でもなんかこれ言ったらあざといと思われちゃいそうなんですけど、あざとフィルター外して聞くね。得意料理オムライス。でもオムライスって割と簡単にできる。そうだ、簡単、めっちゃ簡単です。オムライスっていう時点で分かる、あんまり料理のできなさ。あざといとかじゃなくて、そっちじゃなかった。私も結構上手です。卵のふわとろ具合は負けないですよ。難しいですよね。あの両親がこっち来てたので肉じゃがは教えてもらいました。煮物できる女になりたいなと思って。そっちの方がちゃんとあざといになると思う。確かに一番あざといかもですね、肉じゃがは。結構、まあ、ちょっとコロナであれですけど、その前は熊本に帰ったりとかしてたんですか？熊本はしょっちゅう帰ってます。年末年始 もうマネージャーさんと共有してるスケジュールに帰省したいでスケジュールを書いて、でもうちょっとしてからその帰省したいを帰省に変えて詳細のコーナーにあの便の情報を書いて乗りますよっていうのを書いて11日間帰りました。結構たっぷり。たっぷり。今月も帰る予定なので舞台挨拶と熊本城マラソンと。熊本城マラソン。そうなんです。今年ちょうど10周年で、あのコロナ禍でできなかったんですけど久しぶりにまたやるのでいい機会だなと思って。マラソンずっとやられてるんですか？初挑戦。走るのめっちゃ苦手です。すごい身体能力高いって言っていただく機会があるんですけど、私的にはそういう風に思ってなくて、正直持久走大会とかもあんまりその上位とかじゃなかったので、その熊本城マラソン走りますって告知をあげたら地元の友達から大丈夫？走れる？って心配に連絡がいっぱい来ました。熊本のどんなところが素敵？どんなところですか？まずお水が美味しい。上京して一番最初にびっくりしたのがお水って買うんだっていうことなんですけど、あの熊本はもう蛇口ひねればミネラルウォーターって言われるぐらいすごいお水が美味しくて、うがいする時とかもその東京のお水でうがいしたらすごいなんか残ってる感じがして、なんか気持ちが悪くてウォーターサーバーでうがい
の水取ってペッてやってます。これ、うん、そうですね。とにかくまずお水が美味しいのと、熊本城がすごいやっぱかっこいい。勉強すると昔の人ってすごいなっていう風に思わされます。その当時の武士の方々、白川っていう川が熊本で大きい川があるんですけど、ブニャンってなってた川をまっすぐにしたのがその当時の人たちだったらしいんですよ。川をまっすぐ大きい川にしたみたいで、それもなんか熊本城のその中で展示されてるやつ見て知ったんですけど、昔の技術であの立派なお城を建てた人たちって本当すごいなと思って。熊本は武者返しっていう、この学校で習ってます？武者返しっていう作りになって、敵の人がわーって来ても登りきれないような坂になってて、でその奥に鉄砲でバンってこう 来る人たちを跳ねよけるような作りになって、だから多分ここには武者返し、あ、すごいここにもある武者返し、あのお菓子とかにもあるんですよ、武者返しっていう。熊本では結構こう普通の言葉、もう普通の言葉、みんな知ってる言葉で、すごいなと思う。まだこれ以外は頼んでなくて、ずっとごぼてを食べてもいいですか？すいません、馬刺し3点とちくわサラダ点と赤牛の溶岩ステーキ、はい、でお願いします。熊本ご飯もね、いろいろ美味しいね、うん、やっぱ熊本はからしれんこんとか、さっき頼んだのはちくわ天ってやつなんですけど、熊本人だったらみんな知ってるちくわサラダ天っていうやつなんですけど、ザッツ熊本郷土料理って言われたらそういうわけじゃないんですけど、お弁当の平井っていうお惣菜とかがいっぱい売ってるところがあって、そこが出してるちくわ天がすごい有名で、それを多分こっちに持ってきてメニューにしてるんですけど、ちょっと逆にここにちょっと知ってもらおうかなと思って今ちょっと、ありがとうございます。ちくわ店です。これはちょっと思ってた子供たちがこういう中に何が入ってますか？なんて言うんだろうな、あんまりよくわかんないで食べてるんですけど美味しいなと思って調べてテロップ入れときます、はいはい、卵と、うん、なんだろうね、泣けなくなってました煮て揚げたてだった熱い美味しい、地元の味、ソウルフードって感じですね。熊本にいた頃の子供の頃は、はい、どんな屋台さんですか？多分本当ずっと変わんないんですけど、はい、おてんば、うん、すごいずっと元気で、うん、言われてたのは、はい、あーちゃんは地面の3センチぐらい浮いてるよねって言われるような。小学校6年生の時の私が書いてたやつなんですけど、夢叶えたねってこの人いつもファスティングしてるって思われてるんじゃないかなと思ってすごい心配で、福島とオーディションで野村修平、福田彩乃ちゃん、うん、吉沢亮君、同期の交流はあるんですか？わかんないし、私呼ばれてないのかな